驚くべきことに、物販で起業する人の8割が準備不足で失敗してしまうというデータがあります。物販ビジネスは比較的参入しやすいビジネスですが、利益を出すためには正しい準備と知識が欠かせません。今日は成功する物販ビジネスのための具体的なステップを解説していきます。まず最も重要なのが市場調査と商品選定です。需要のある商品を見極め、適切な価格設定ができるよう競合他社の動向もしっかりと分析する必要があります。次に考えるべきなのが仕入れ先の確保で、信頼できるサプライヤーを見つけることが安定した利益を生み出すポイントとなります。販売チャネルの選択も重要で、自社 EC サイト、モール型 EC サイト、実店舗などそれぞれのメリットデメリットを理解した上で決定します。資金計画においては仕入れ資金だけでなく運転資金や予備費も含めた計画を立てることが大切です。最後に忘れてはいけないのが在庫管理と顧客対応の体制作りです。適切な在庫量を保ち、迅速で丁寧な顧客対応ができる仕組みを整えることで、リピーターを増やし安定した収益を確保することができます。